14インチ M1920 列車砲はアメリカ陸軍が配備した最後の列車砲である。初期の列車砲との大きな違いは M1920 の台車にある。これは設置、撤去が状況に応じて可能である。まず要塞側には固定砲が,が設置された。そしてこの砲の車輪部分は台枠から取り外すことができた。車輪を外した後、 砲は360度回転が可能な旋回台に乗せられ沿岸防御において敵船を狙う需要に応じた。こうした大社は砲のより柔軟な運用を可能にした。またカーブしたレールを用いて砲を移動させる基本的な運用砲を可能とした。そして砲はより適切な位置から使用することができた。この砲はロサンゼルスの公安防衛のため、 マッカーサー要塞に2つ配備された。残り2つはパナマ運河地帯のグラント要塞とランドルフ要塞に配備された。こちらはパナマ地境鉄道を通じて太平洋、大西洋両岸側にも移動できた。第二次世界大戦の終了後、攻撃を受ける脅威がなくなったため、この法はすべて処分された。カリフォルニア州軍事博物館。 M1920 列車砲の運用場面の写真などがある。ありがとうございます。